マルコによる福音書、十三章。神殿の崩壊を予告する。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと見事な石、なんと立派な建物でしょう。イエスは言われた。 この大きな建物に見とれているのか、ここに積み上がった石は一つ残らず崩れ落ちる。週末の印イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください。 そのことはいつ起こるのですかまた、それがすべて実現するときには、どんな印があるのですかイエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って、多くの人を惑わすだろう。戦争のことや戦争の噂を聞いても、 慌ててはいけない。けなそれは必ず起こるがまだ世の終わりではない。民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり方々に自信があり飢饉が起こるこれらは海の苦しみの始まりであるあなた方は自分のことに気をつけていなさいあなた方は地方法院に引き渡され街道で打ち叩かれる。 また、私のために、総督や王の前に立たされて、証をすることになる。こうして、まず福音が、すべての民族に述べ伝えられねばならない。連れて行かれ、引き渡されたとき、何を言おうかと心配してはならない。そのときには、あなた方に示されることを話せばよい。話すのは、あなた方ではなく、精霊なのだ。 兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子は親に反抗して死なせるだろう。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれる。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。大きな苦難を予告する。後輩をもたらす憎むべき者が、 立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にある者を取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに戻ってはならない。それらの日には、 身をもの女と血の身ごを持つ女に災いがある。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には、神が天地を作られた創造の始めから、今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ、誰一人救われない。しかし、 主はご自分のものとして選ばれた人たちのために、その期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだ、という者がいても、信じてはならない。偽メシアや偽予言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば、選ばれた人たちを惑わそうとするからである。 だから気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。人の子が来る。それらの日には、このような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の諸力はより動かされる。その時、 人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれたものを四方から呼び集める。一軸の木の教え。 一軸の木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が出てくると夏の近いことがわかる。それと同じようにこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。よく言っておく。これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。 その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。目を覚ましていなさい。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつであるかあなた方は知らないからである。それはちょうど家を後に 旅に出る人がしもべたちに責任を与えてそれぞれに仕事を託し門番には目を覚ましているようにと言いつけるようなものであるだから目を覚ましていなさいいつ家の主人が帰ってくるのか夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かあなた方にはわからないからである主人が突然帰ってきて あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。